姉がは「理には負けないと思う」「理論に対する理論ならいくらでも言い立てられる」けれど「理」と共に心情を打ってくる言葉には樋口三郎兵衛もこうしえない気がした半兵衛重治の友情からあふれる「理」に対して彼は小賢しく言い返す言葉を知らなかった若年のそれがしが。 貴殿にこう申すなど社会説法にも等しゅうござるが反兵衛は三郎兵衛が首うなだれたまま聞いているのでむしろこう一歩謙遜しないでは済まない気がした「義もあまり過ぎたるは邪義とか誰かの書に見えました「昔から主君のため我が子を殺した試しはいくたありますが我が義を固執するために 主君を失い朱家を滅亡させた試しは聞きません貴殿の忠義はいわば過ぎたるものと言えましょうまたあなたの慶願をもってこの小城にわずか700の兵を呼ぶし織田家の2万5,000の大軍に対し最後まで守りきれるなどともお考えにはならないでしょうなおまた今の混沌たる時代の奇数が難人によって処理され統一され やががてて太平が立て直されるか、そうした時の潮の行く先もお見えになっていないわけはあるまいとも存ぜられますそうしてみればこの際主家を保ち陽君の一生を託し七百の生命を救うにはいかにいたしたらよいかあなたのお胸一つできっぱりとご方針はすぐつくことかと思いますがいやかたじけない。 大世話を通りこの三郎兵衛とても行くよう考えぬことではござらぬしかし高官の伝えるところでは信長殿というお方はご気質俊烈敵といえば捕虜降参人と対しても呵責は荒で打首本領追い払いなど随分お厳しいとのことである安一城を開いてから主家も立たず 陽君の御先祖もおぼつかないとあっては三郎兵衛の名や一心などさておいて部門の笑われ々草悔いても嘆いても及ぶことではありますまいその義なればお心安くおぼしめされい重治が一命にかけ主人藤吉郎秀吉様からきっと堀家の安泰と次郎丸味のご除名は生死をいただいて死んぜまする。 半兵衛の美雨を見つめたまま樋口三郎兵衛はややしばし黙念としていたが静かにその目を閉じるとあふりをつる涙とともに手をつかえて「お願い申す卑怯とお下げすみもあれただご友情に」と言ったその翌々日樋口三郎兵衛は朝廷県の城を開き 次郎丸の手を引いて藤吉郎の軍門へ後人として訪れた藤吉郎はまたその国君その義心を熱く迎えて「休んぜられよ」と将来までを保証した三郎兵衛の幸福を知ると狩安の城も竹倉部城も皆血を見ずに落城をした藤吉郎はそこで長浜まで軍を進め おゆうはそこから岐阜へ帰して兵馬の装備を改めると主君の信長のいる前線の地姉川へ「この対戦に漏れては」と急ぎに急いで昨日ここに着陣望み通り信長の本軍と合したわけだった姉川の水は三尺その広い川幅もすねを持って渡ることができるがその整列は 夏なお身を切るように冷たくて水源の東浅井の渓谷を思わせる元気元年6月28日まだ夜の明けないうちであった信長の総軍2万3,000それに徳川勢の約6,000龍ヶ花から進んで姉川の岸に備え立てた前夜夜中頃から敵の浅井朝倉の連合軍 一万八千の兵もゆるゆると大寄せ山から行動を起こして、姉川の砂岸にあたる野村、三田村あたりの民家を建に戦機をうかがっていた。背の水ごとばかり、夜はまだ明けない。安政、高木原安政は暗い水際から、はっと主君、家康の姿を行安の岸に振り返った。 ひしひしと敵は対岸のすぐ水際まで寄せているな霧でようわかりませぬが馬の稲垣がかすかに霜はとんと気配がわかりませぬ天文いずれに栽培するか今日半日が分かれ目だな半日そうかかりましょうか侮れぬぞ家康の影は河原のほとりの林へ隠れたそこが 織田軍の先方一番隊の彼の手勢がひそとなりぼ詰めていた陣だったそこへ入るともう小札の木が肌に染む草むらに干木の中に兵は重列を敷いて見送している槍隊は槍を握ってまだ何も見えない姉川の一水を睨んでいる今日が生死の兵の目はギラギラしていた 死も生も生意識のないうちに今日の決戦がどう終わるか無言の中に皆描いているこの空を今夜もきっと見られると信じている顔は一つもない康政を連れて家康はその中をガサッガサッと静かに通った鉄砲の火縄のほかに火の気も見えない。 誰か大きなめをしたものがある風邪をひいた兵が火縄の周期に鼻をつかれて思わず放ったのであろうがそんな味方の中の声一つでもハッとしたように光るこが辺りへ動くにらみつめていてもいつの間にというけじめもわからぬ間にほのかに姉川の水面がしらみかけたと思うと林の梢をすいて 一筋の赤い雲が伊吹山の肩のあたりに見出されたはっ敵が誰か兵の中で怒鳴りかけるとすぐ林と河原の境に出て佇んでいた家康を中心とする幕僚たちが撃つなと渋滞へ手を振った撃ってはならんぞ他の将が続いて言う対岸の正面よりやや下手の岸から一体の敵が 牙、価値を混ぜておよそ1 2三0 0一陣になって川を斜めに駆け渡り出した足元から立つしぶきに真っ白な早手が渡ってゆくようだった恐るべきその浅い方の戦法は織田方の戦法も第二陣も三陣も無視して一挙に信長の中軍を突こうとする石らしく思われた「ほっ磯田丹波!」 田んのがて家康の周りで家康の旗本たちは唾を飲みながら言い合った浅井長政のもとに浅井家が誇りとする磯野丹波神という皇敵主のあることは都に武将の間に聞こえていたその旗印も今さつさと水煙の中に見たからである敵の援護か味方の渋滞か。 両岸から同時に打ち出したと言っていい水にこだまして耳もろうするばかりだった「雲は裂け六月の青空は肌を表した」と見るうちに織田軍の二番堺井右近の人数三番備えの池田勝三郎を信るの手勢が「その敵一本を味方の騎士を踏ますな一人も敵の騎士へ返すな」とドッと流れの中へ突撃してきた。 堺隊は敵の横へ池田の少子は敵の突角へ向かってぶつかっていったのである接戦は一瞬に起こった槍と槍太刀と立ちまた組む者馬上から落ちる者姉川の水は地下鋭汁朝日か前後さんさ々と揺れに揺れた磯の丹波ビを先頭に率先して突き込んできた浅井勢は浅井方のうちでも よ織田方の二番備え堺右近の体は完膚なきまでたたきつけられた体長右近の子井久三は「うむ無念だ!」とその戦の中で敵味方中へ聞こえ渡るほどな絶叫を上げて討ち死にぼとげた「星兵104人が続いて家中に戦死した」「当たるべからざる勢いで」 磯の丹波の兵は三番備えの池田勝三郎の隊を突破していった勝三郎の騎下がく、くそ、やるな槍をそろえてその突角へ遮りに向かったがまるで寄せつけなかった四番備え木下藤吉郎の陣だった藤吉郎も「こんなすさまじい敵を見たことがあるか!と」と半兵衛を顧みてつぶやいたほどだった 半兵衛にも施す策がなかったなぜならば木下隊には先頃朝廷県の城や刈安城その他諸所で収容した高三人がたくさん混じっているからであるそれらの公人も今は昔貴下の一兵として藤吉郎の手に加わってはいるがいずれもつい先頃までは浅井家や朝倉家の禄をはんでいたものであるから。 当然敵へ駆け。向かわせてもその矛先は弱いに決まっている。むしろ味方の足手まといとなろう。木下隊にはそんな弱点があったし、5番6番の備えも瞬く。間に蹴散らされて、織田陣13段の備え立てがついに11段まで回乱されてしまった。その頃、上流の徳川勢は一気に姉川を渡って。 対岸の敵を席巻しながら徐々に下流へ移っていたが帰り見てみるとすでに信長の本陣近くまで磯の丹波の死に物狂いな兵が迫っているので「あの側面をつけ!と」と渦中へ踊り返した磯の丹波の兵は自分たちの味方がいる西岸から川へ入ってきた人数なので近づくまで「味方の火星」と思っていたものらしい。 榊原康政をはじめとして三河武士の名だたる武者が「カーッ」と息弾ませていきなり磯野丹波の背後へ切り込んできた「しまった!」磯野丹波が徳川勢と気づいてしゃがれ声を振り絞りながら「帰せ!」と叫びかけた時何者か彼の横合いからビュッと水に濡れた一槍を繰り出したものがある「パシャン!」 水煙の中に丹波は座った。火腹へ入った。槍のけら首を掴んで立とうとする。立たせまいとする。瞬間また頭上にチカッときらめいた。何人かの太刀がガツンと丹波の鉄兜へ打ち下ろした。刀はいくつかに折れて飛んだ。丹波は立った。父潮に等しい川並が真っ赤に立つ。くそ 三四人一度に丹波の前後から組みついてひばら首筋小手深ももめちゃめちゃについたり切ったりしてしまった「すわ敵が」と見たので信長の騎士は信長の幕英を出て皆川岸へ槍を揃えていた竹中久作は木下隊だが乱軍となってはもう所属などにこだわってはいられないを敵浅井隊を追いかけて 信長の本陣の本近くへ駆け上がって「いたいやここはもう」ふと見ると何者かその信長の幕影の裏から万幕を繰り上げて今しそっと這い込んでいこうとする男がある愚足たちのこじりなど増票とは見えなかったまた味方にしては幕の裾を上げて伺っている様子がおかしい「待てっ!」。 敵の鎖と筋金で固めてある片足をつかんで引っ張った「もし味方だったら同士討ちになると大事を取ったからである」「竹中久作に足を引っ張られた男は驚きもせず振り向いたそれは浅井方の一生と見たので久作が「敵だな!」と確かめると「当然!」とわめきながら相手はにわに槍をしごいてついてきた。 何者名乗るほどの名は持たぬ奴か浅井の真、前波新八郎。織田殿にこそ、この槍を健山にと参ったるに、邪魔立てする小面憎いアフパめ。何奴だ木下友吉郎の家来、竹中旧作とは我がことよ。信長様に近づかんなど、身の程知らず、井で旧作が。さては、半兵衛が弟とよな。そうだ。言うやな。 掴んでいた敵の槍をたぐって敵の懐へ飛び込んだ槍の方が虚空へ跳ねる旧作が太刀の使え手をかける寸前に新八郎は組みついてきた「タン」と仰向けざまに胴体に倒れる旧作下になる「け放す」また下にねじ伏せられる敵の指に噛みつく新八郎やや緩む「タン」「もむ」「ほぐれる」「旧作置き換える」 とっさ、旧作の手鎧脅しを引き抜いて新八郎の喉へめがけてつく鎧同士の切っ先それるそうして新八郎が上唇から鼻細いで眼光へ突っ込んだ「戦友の敵」後ろで声がした首をかく間もない羽ね飛んで旧作は直ちにその敵と渡り合ったこの付近すでに浅い型のヘ死体隊が何十人となく入り込んで いるらしく思えたが敵は後ろを見せて駆け出した追いかけざま刀で膝を殴った倒れた上へのしかかって旧作が「なあるものかなんぞ一言ないかあるか」炎のような呼吸で言う「小林芦けんなり」他に何ら言うことはないただ信長に近づかぬ間に何時ごとき小侍の手にかかったが残念だ浅井の家中なら知っていよう 純一の豪の者遠藤喜左衛門はどこにおる知らんいえ抜かせ知らんえー、面倒久作は八舟賢の首を上げてまた血眼に駆け出した今度の合戦には浅井の遠藤木左衛門の首は他人の手には渡さん。久作は戦の前からこを公言していたのである是が非でも木左衛門の首を打って見せなければならなかった 河原の方へ駆け下りるとそこの雑草や石ころのあたりに鞘の河原を見るように無数の死体が横たわっていたとその中に乱れた髪を顔にかぶせて血泥のまま仰向いていた一個の死骸があった駆け下りてきた旧作の足元からわっと銀梅の群れが唸って舞ったよ何気なく旧作が振り向いた 髪の毛で顔を隠していた死骸の足を踏んだ気がしたのであるそれはいいが変な食感がしたので怪しみながら振り向くと途端にその死骸はだっとのごとく信長の陣所の前へ向かって駆け出していったこよいあれそれ敵が旧作は後ろから怒なった信長の姿を見かけて低い包みを駆け上がろうとした敵はわらじの尾を踏み切って 包みの途中で滑った、うん、押しかぶさって旧作が手取りにしたそうして信長の前へ引いてゆくと「早く首を打てすぐ打て武士に恥を与えるな!」とその者は怒号し続けた信長の陣中へ捕虜となってくくられてきた浅い方の一人安陽寺三郎右衛門は怒号しているその見方を一目見ると「 突然声を上げて泣き出し北右衛門殿か小主まで生け捕られてきたかそれで判明した旧作が絡めた偽死人の凍結こそ彼が求めていた浅井の猛将遠藤木左衛門だったのである体勢は初め織田軍の総崩れに見えたが敵の猛烈な先方隊の側面をついた家康の三河勢によって 辛くも信長の陣前にその鋭角を食い止めた形であったしかし敵にも二陣あり三陣ありである押しつ返しつ根川の水をもんで敵味方唾を割り槍を砕きその勝敗は混沌と分からなかった「湧きすなただ信長の本陣をつけ!と」と初めからの目標としていた浅井の二陣 高宮三河の神、三陣博多信濃の神、四陣大野木大和の神などの兵はあまり突き出しすぎてかえって織田軍の後ろへ出てしまった家康の三河勢も坂木原康政大久保忠代、本田平八郎石川一政など「織田衆に送るるな!と」とたちまち対岸を突破して越前勢の朝倉景武の陣営へ突き進んでいた。 だが、ようやく味方と遠ざかって後ろも敵前も敵甚だしい苦戦に陥った全くの乱軍だ魚に皮が見えないようにこうなっては誰一人全体の体制というものは分かっていない身辺の必死のみである一人の敵を突き伏せるとすぐまた一つの敵の顔を見るだけだったがこれを高いところから俯瞰すれば 姉川の一水を挟んで両軍はちょうど万事形に入り乱れていた信長はさすがに冷静な目でそう見ていた藤吉郎もまたそう体感していたそして「この一瞬だな」と直感した勝ち負けその分かれ目は微妙な一瞬だ信長は携えていた杖で大地をたたきながら叱咤した 三河殿の人数が遠く突き入ったあの一点を孤立さすな誰ぞ三河殿の苦戦を救いに向かえだが左右の備えにもうその余力は残していない信長の声もいたずらに枯れるばかりだったすると北岸の人村の林から真っ白な水煙もけたって乱軍の中を脇目も振らず直線に対岸へ上がっていった一 体がある信長の号令が届いたのではなく信長と同じ大将へ目をつけた藤吉郎の木の下隊であったその旗印と金氷の行くのを見て「あよし藤吉郎が駆け寄った!」信長は目に流れいる汗を小手で横にこすりながら傍らの小処母たちへ「かかる折はまたとない」「そしたちもなかへ行って思いのまま働いてみ と許した森蘭丸そのほかまだ年少な者たちまで皆我遅れじと敵をめがけて駆け出した深入りした徳川勢は確かに危険は危険な生き方であったが軽眼な家康が自ら全局の急所に打った一石だった「この一石を見殺しにするような織田殿ではあるまい」と家康も信じていたろうし 信長も確かにそれは認めていた。木下隊と前後して稲葉一徹の隊も降続した池田勝三郎の隊も殺到したがぜん戦局はそこから一転して織田軍の優勢となった朝倉景武の本陣は五十余町も交代し浅井長政も引いて小谷城へ総崩れに駆け出したそれからは追撃戦であった浅井 朝倉勢の打たれる者数知れぬほどだったある将校だけでも細江様之助浅井五木かの次郎左衛門兄弟湯禄六郎左衛門浅井唄之助今村家門黒崎備中などなど戦後の織田方の首ちょぼに豪華な亡命者の名を並べた追撃は急だったが朝倉勢を 大御山に追い上げ浅井長政を小谷へ封じ込めると信長は戦後の処理を2日間に全て終わって3日目にはもう岐阜へさして帰陣していたその速さはまだ獅子類瑠と渚に現れている姉川をよよ駆け渡るホトトギスにも似ていた。